どうもアリです。今回は今までで見たことないようなちょっと変わった包丁っていうのがあるんですよ。それが実際にここにあるんですけど、早速見せるとこういった包丁なんですね。こんな感じの。今回はこの包丁が一体どういった包丁なのか。実はこの包丁ですね、発売前にちょっとご提供いただいたんですよ。実際に使用してみてほしいっていうことでありがたく使用させていただいてるんですけど、結論を言うとこの包丁はですね、カスタマイズできる包丁です。ちょっとね、カスタマイズってワクワクしますよね。はい、ということで早速こちらの包丁をレビューしていきたいんですけど、まあそのレビューと同時に今回の一応動画の内容っていうのは、こちらの包丁ですね、クラウドファンディングで1月18日からその販売されるんですね。なのでまず最初にそのクラウドファンディングのページを見ながら、一体この包丁がどういった包丁なのか、そして後半に実際に僕がこの包丁をね使った感想、使用感というのをお伝えできたらなと思います。では早速ですね、クラウドファンディングについて見ていきたいんですけど、僕がどんな包丁か結論で言った通り、カスタムできる包丁なんですよ。まあそれが一番この包丁の強みというか、すごく推してる部分で、でまあその何がカスタムできるのかとか、実際その包丁がねどういった性能を持ってるかっていうのも紹介していきます。では早速上から粉末排出口採用、ハンドルをカスタムできる一体型包丁極みシリーズということで、一生もののマイ包丁、自分でカスタム可能だから長く愛用できるっていうことで、こちらのね、実際にまあ映像で流れてる通り、まず包丁が届いた時、包丁が届いてそれを開けますって時に本当にワクワクしたんですよ。その理由っていうのが、もうね開いた瞬間、もう工具箱みたいになってるんですよ。でね、またその化粧箱もおしゃれというか観音開きでね、ちょっとねそこもまたワクワクするんですよ。で実際にね、説明書とか組み立て方っていうのもかなり丁寧に書いてあります。でこの組み立て方っていうのはまあ本当に誰でも簡単にできるようなもので、すぐ使えるようなものなんですけど、本体を開封していただき、ご自身で組み立てていただく仕様になっています。パーツをカスタムするように組み立てることができ、まるで DIY のような感覚に、はい、まるで DIY のような感覚だったんですけど、ハンドルがカスタマイズできるって言ったように、そのねまだ1種類しかないんですよ。そのスペースグレーっていうものしかないんですけど、今後いろんな他の模様だったりデザインっていうのを、発売するらしいので、まあこういったねちょっと変わったおしゃれなものっていうのも今後リリースするみたいなので楽しみですね。はい、では次、極みを使うべき理由、世界初ハンドルを自由自在に交換可能っていうところで、まあその交換が可能っていうところ以外ですね、ハンドルの部分以外にもその鋼材、使ってるブレードの鋼材っていうのもすごくいいものを使ってて、激戦した粉末排出口素材、そして一体型で折れる心配はない、超高硬度 60HRC プラスマイナス1とかね、いろいろあるんですけど、その今言った粉末排出とかなんじゃそりゃって感じだと思うので、この後ねいろいろ説明していきます。はい、では極みシリーズの表面には錆びにくいチタンメッキを採用、そのチタンメッキ、このねグレーのこの黒いとこですね、これってその表面だけこの黒色してるだけで、もちろんね研いだらこれ刃先見ていただくと分かるように、まあ銀色になってるんですよ。なんでその研ぎ方とか、後半でまた説明するので、どういう風に研いだらいいのかとか、そういったことも紹介していくので、ぜひ動画最後まで見ていただけたらと思います。では刀身全体は鋼材の中でも高度トップクラスの粉末配線で仕上げ、最高クラスの切れ味、耐久性、人生を誇り、人生っていうのはもろさの逆のことなんですよ。もろくないってことなんですけど、よくねバネ具合とかって言われて、割れにくさとか欠けにくさを表すことなんですけど、包丁鋼材って硬ければ硬いほどいいってものじゃないんですよ。適度なその粘り強さ、人生ですねっていうのが必要になってくるので、まあ硬ければいい、硬ければ硬いほどいいものではないよってことは覚えておいてください。では次、手に馴染む至極の一本ということで、刃からハンドルまで一体成形、パーフェクトバランスはまさにこれだということで、ハンドルになるパーツは握りやすい航空機用のアルミニウムで製造、女性でも持ちやすい軽さなことはもちろん、全ての角を丸める加工をしてあり、安全性も高いです。人間工学に基づいたデザインで、手を傷つけることなく料理人の大切な手を守ります。はい、料理人の大切な手を守りますということで、実際にねまあ本当に握りやすいんですよ。見た目以上に握りやすいと思います。特にこのまあ角を丸くしてある部分ってとこ、角がね本当に丸いんですよ。全く痛くない、手に馴染むような、そんな使用感となってます。では次、今までの包丁との違いということで、すでに多くの一体型包丁が存在するのですが、その多くはブレードとハンドルの部分に溶接によるつなぎ目があるものを一体成形と呼ばれています。極みシリーズは溶接によるつなぎ目もなくした真の一体成形包丁ということで、まあそうですね、その中にはですよ、これちょっとチーズ切りナイフなんですけど、その中にはこれパッと見一体型じゃないですか、オールステンレスなんですけど、一体型なんですけど、よく見るとこのつなぎ目の部分がねあったりとかするんですよ。まあもちろん中にはオールステンレスで、例えばこちらですね、この包丁、こういった包丁は完全一体型です。もうつなぎ目も一切なく、
こういったオールステンレスのもあるんですけど、そのオールステンレスとか一体型って歌ってる商品の中にも、中にはつなぎ目があったり、そういった商品も存在するんですね。でこの商品はまあその見た目はね一体型って思うかもしれないんですけど、もともと見ていただいたら分かる通り一体型のものなんですよ。だから折れる心配がないっていうことです。で自分好みにカスタマイズもできるよっていう、そういったものになってますね。では次ですね、こちら、種類ですね、どういった種類の包丁があるのか。僕が使用させていただいた包丁は、シェフズナイフといって、まあ、牛刀ですね、牛刀と言われるものです。牛刀っていうのはその牛って書くので、その肉専用の包丁なんじゃないかって勘違いしてる方多いんですけど、実際にはその肉専用ではなく万能包丁です。ただ普通の万能包丁ってよく、まあ、三徳包丁とかって言われるんですけど、それよりも気持ち刃渡りが長かったり、ちょっとね若干形状が変わってたりするんですけど、万能包丁なので、そういった包丁っていうことはその覚えておいてください。まあこういったシェフズナイフと三徳包丁ですね、日本では定番の万能包丁、その肉魚野菜のこの3つって意味で三徳包丁なんですけど、三徳包丁も牛刀も基本的に用途は同じです。では次ペティナイフ。ペティナイフは小回りが効く包丁で、細かい作業にぴったりっていうことで、実際にね、まあ、フルーツナイフとかって言われたりするんですけど、その些細なっていう意味ですね、ペティっていうのは。だからまあちょっと小さめの包丁で細かい作業に向いているよってことです。このペティナイフもねあると本当に便利で、もうちょっとした時にすぐ出せて、もうすぐ調理して、すぐ洗って、すぐ拭いて、すぐ片付けてっていうね、すごく便利な包丁なので、ぜひ使ってみてください。本当にまあ細かい作業はかなりしやすいので。はい、であとキッチンバサミですね。キッチンバサミもねすごくデザインがおしゃれなんですよ。ちょっとね変わった形、ハンドルも変わった形してますよね。はい、ではどんどん下いきます。あ、こちらですね、こちらもすごくいいなと思ったんですけど、包丁スタンドっていうのも売ってるんですよ。包丁スタンドがねこれもまたおしゃれでね、ちょっとこれ気になる方はぜひ概要欄貼っておくので、よかったら見てください。包丁ってね本当にインテリアになるんですよ。もうキッチンをおしゃれにすることができる道具の一つなので、こういった見た目って非常にね大事ですよね。では次、贈り物としても最適。ナイフ全体はスペースブラックカラーのミニマルデザイン、スタイリッシュなデザインはインテリアとも馴染み、洗練された印象に。ご自身でお使いいただくのはもちろん、プレゼントとしても最適です。古来より神聖なものとして扱われてきた刃物は縁起のいいものとして、未来を切り開く、魔を切る、悪を断ち切るとかですね、そういった意味があるんですけど、そういった意味が込められています。極みシリーズが持つ高品質の切れ味で、大切な方にお祝いを贈りましょうということで、はい、大切な方にぜひ送ってください。よくね本当に包丁って切るって意味があるので、縁をね切るとか、ちょっとね悪い意味に捉えがちなことが多いんですけど、包丁は縁起物ってことは覚えておいてください。もうたくさんたくさんプレゼントしましょう。はい、では次ですね、製造工程。伝統を超える新時代の技法、加工について、全てのパーツを CNC で精密に加工、どのパーツも完璧に 100% 一致した最高の完成度を実現しました。さらに3回の熱処理でオーステナイトをマルテンサイトに、鋼材の硬度を最大限に引き出すことに成功しました。まあちょっとねこれ何言ってるか分かんない方多いかもしれないんですけど、要は本当にね僕すごくびっくりしたのが、これですね、包丁を、まあ、カスタムできるということで、何個も分かれてるんですよ、ハンドルが。なんですけど、映像で見ていただくと分かる通り、もうねもうめっちゃね、そのもう水が一切入らない、もうピターってくっついてるんですね、もうどっからどう見ても。それがね綺麗で美しいなと思って、しかもこのまた赤いラインもねおしゃれですよね。このね赤いライン、これも非常におしゃれなんですよ。はい、という話でした。ではこちらですね、実際にどういった研ぎ、どういった研磨をしているかとか、その鋼材について、そのさっき言った粉末排出鋼なんですけど、鋼材は激戦した粉末排出鋼を採用、一度溶かしたものを粉末にし、熱と圧力をかけながら焼結していく方法で作られた粉末排出鋼は、優れた硬度、人性っていうのはさっき言った粘り強さのことですね、脆くないっていうことです。はい、さらに熱処理を行っているため硬度など全てトップクラス。はい、でもうちょっとね、その粉末排出鋼っていうものについて深掘りすると、粉末排出鋼っていうのは、排出鋼っていうのはハイスピードスチールの略なんですよ。それで排出鋼なんですね。でまあその日本語で言うと高速度鋼とも言われてるんですけど、その排出鋼っていうのは主にその切削工具ですね、例えばドリルとか、そういったものによく使われてる鋼材です。だからもうドリルとかに使われるくらいだから、もうすごいね硬いものじゃないといけないんですよ。だから硬度的にもかなりその粉末排出って硬いって言われてるんですね。包丁でも僕何本か粉末排出の包丁持ってるんですけど、本当に硬いです。砥石に当てた時もやっぱり硬さっていうのはその際立ちますね。排出鋼っていうのは本当にそれくらい硬いような鋼材なんですよ。でその粉末排出鋼の特に強みというか、なんで切れ味が本当に切れ味いいんですけど、なんで切れ味がいいのかっていうと、まあ、粉末っていう名前だけあるように、その粉末にして焼き固めるっていうことで、そのね金属組織がめちゃめちゃ細かいんですよ。
もう本当に緻密なその結晶の粒が集まってガッて硬くなるので、あのね、粉末アイスって切ってもらうと分かるんですけど、かなりかかりがいいんですよ。例えばトマトの、そのトマトってすごい切りにくいじゃないですか、トマトの皮とかそういった食材でもかかりがかなりいいです。粉末アイスっていうのは硬くてちょっと研ぎがね難しいというか、研ぎに時間がかかる分、実際にその切れ味っていう面に関してはすごくいい材質となっておりますので、ぜひね試したことない人は試してみてはいかがでしょうか。おすすめな材質です。はい、では次こちらサイズとか重さについてなんですけど、長さですね、刃渡りはやっぱりね結構気になる方多いと思うので、それについて言っていきますと、牛刀シェフズナイフっていうのが199mm、 またちょっとすごい絶妙なラインですね。 199mm はほぼ20センチですね。大体の多くの包丁って21センチとか24センチっていうのが多いんですけど、まあ、21センチっていうのは大体このくらいのサイズです。これがまあよく使われてる包丁、まあ、あと24ももちろん使われてること多いんですけど、でそれと比べるとちょっとね刃渡りは1センチぐらいちょっと違いますよっていう感じですね。で三徳包丁、こちらもねちょっとびっくりしたのが、三徳包丁も 199mm ということで、ちょっとねこの世間でいう三徳包丁にしたら長めです。三徳包丁って言ったら、日本で出回ってる三徳包丁の多くは 165mm か 180mm が多いんですよ。もうほとんどそれです。なんですけど、まあこれシェフズナイフと三徳包丁刃渡りは一緒ってことで、まあ違いとしたらその形状が違うってことはもちろん重さとか、まあですね、そういったのが変わってきます。はい、でペティが100.8mm、 もうこれもまたちょっと変わった刃渡りですね。まあほぼ10センチですね。これは逆に小型ですね。そのペティナイフってだいたい120から150のが主です。日本で出回ってるものは120か135か150が多いんですけど、まあだいたいこんぐらいのものが多いんですけど、これよりももう10センチってことは、これよりもね結構ちっちゃいんですよ、まだこのくらい。だからペティナイフはこれ逆に小型ですね。はい、で次ハサミが全長 218mm ということで、まあこんな感じなんですけど、僕が結構伝えたいのが重さなんですよ。あのね、重さが結構重いです。実際にねこのシェフズナイフ重さが 240g って書いてあるように、これねまあまあ重いです。その僕が今まで牛刀のまあ20センチぐらいの包丁を使ってきた中では結構重いんですね。理由っていうのは、まあ、実際に比較するとこちらですね、こちらも牛刀の21センチで、ヨーハンドルですね、これちょっとターコイズで、ターコイズっていうものも重めのものなんですけど、これでだいたい 215g 220g なんですよ。でもっと言うと、これヨーハンドルじゃないですか、和ハンドルってもっと軽くなるんですね。これ和ハンドルの牛刀21センチの包丁なんですけど、これの重さっていうのが 147g なんですよ。めちゃめちゃ軽いじゃないですか。でこちらの包丁、今回紹介する包丁は 240g って、まあ重いんですけど、その理由っていうのは、あのね、このシェフズナイフかなり幅が広いんですよ。そのまあ見てわかる通り全然広さが違うんですね、幅の広さが。だからまあもちろんその分鋼材が多いので重くなります。ハンドル自体がすごく重いってわけではなくて、ブレードがねかなり重くなってます。だからねすごくねワイドなんですよ。ワイドだからこそ、まあやりやすい切り物とか、重いからこそ切りやすい作業とかってあると思うので、重ければいいとか軽ければいいってことではないので、まあ、これは個人差、人それぞれなんですけど、ちょっとね変わった牛刀の形をしてますね。はい、では次ここから、まあその先行予約の割引ということで、クラウドファンディングあるあるなんですけど、まあ早ければ早いほど割引、安く手に入りますよっていうことです。そのまあ実際どんくらい安くなるのか、どういった商品があるのかっていうのを紹介していきます。超早割 44% オフ、すごいですね。早割 34% オフということで、先着何本限定ということで、超早割とか早割とか、早ければ早いほどかなりお安く手に入りますので、もうね少しでも気になった方はぜひ見てみてください。はい、応援してみてはいかがでしょうか。はい、という感じで、もちろん単体のものとか、セット料金っていうのもあるので、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、あとはこれですね、スケジュールっていうところなんですけど、まあこのカスタム包丁がどういうふうに今まで来たのかっていう、その経緯ですね。2020年2月から構想がスタートされて、設計が開始されて、でね、どん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 試作を重ねて、いろいろ試して、やっと2023年2月に募集期間、その開始できるようになった、クラウドファンディングは開始できるようになりましたということで、この包丁を作るのにもう何ヶ月何年もの道のりがありましたよということで、はい、こういうねプロセス経緯があると応援してみたくなりますよね。はい、
で、まあ、最後の方にメンテナンスとか注意事項って書いてあるんですけど、まあ、ここはねそのやっぱり冷凍物とか骨とかそういうのはちょっと気をつけてくださいとかね、まあ、そういったよくある注意点が書いてあるので、またねこちらも気になる方は見てみてください。はい、ということでですね、今から実際に僕がこの包丁を使ってみた、実際に切った映像だったりとか、まあ、研いでみた感想っていうのをお伝えしていきます。まずですね、まあ、僕が気に入ったポイントというかすごくいいなと思ったのは、ちょっとまあ牛刀のこの包丁の話にはなるんですけど、牛刀にしてはかなりまあボテッとしてる、幅が広いんですね。でちょっと重みがあるんですよ。だからその重さを利用した切り方、例えば押し切りとか、そういったこれ今映像で流れてる生姜の千切りなんですけど、実際にこれへぎ切りした後に横に並べてで押し切りして、だんだんね細かい千切りができていってるんですけど、この押し切りっていう作業って重さがあったりとか、この刃の形状によってやりやすさって変わってくるんですね。まあその刃渡りだったりとか、だからそういった切り方とかそういった面でこの大きさ、そしてこの幅もやっぱりね、その食材の移動ってね、幅が広い包丁ってかなり便利なんですよ。実際これたかがそんなこと、もう食材運ぶだけって思うかもしれないんですけど、もう全然その料理の生産性効率の良さっていうのは変わってきます。これは実際試すと分かります。でですね、次研いだ感想っていうか研いでみたんですけど、包材が粉末ハイスコっていうことでやっぱり硬いんですよ。その粉末ハイスっぽさの硬さの研ぎ感でした。で、実際にこれ研いでる映像のこのね砥石なんですけど、超セラミック砥石といって、こちらね浪速さんから出てる砥石なんですけど、僕個人的な意見として、その粉末ハイスコの包丁とこの砥石はマグネシア製法ですね。その砥石の製法の違いによっては、以前のね動画見ていただきたいんですけど、その製法の砥石と粉末ハイスの砥石っていうのは個人的には相性がいいかなと思います。よかったらぜひ粉末ハイスの包丁を持ってる方は試してみてはいかがでしょうか。で、さらに研ぎ方のことを言うと、実際これ研いだ後なんですけど、わかりますかね、これ刃先だけ光ってるじゃないですか。これを砥石に当てた面なんですけど、見てわかる通りというか、さっき説明した通り、まあ表面だけなんですよ、この黒色って。だからもう研いだら銀色がなっちゃうんですね。だからベタ付け、寝かして研いじゃうと、全体的に剥がれちゃうんですよ。すごくね、見た目的にもまあちょっと不細工というか、ちょっと残念な状態になっちゃう可能性も高いし、そういった意味でも僕はこのような研ぎ方をしたんですけど、人によってはもっとねこの幅を広くして、もっと刃先を鋭利にしたりとか、それは個人差あります。自分がどういった作業をしたいかで、この砥石に当てる角度っていうのは決めてください。でもまあよく言うのが、その刃を鈍角にすればするほどですね、かけにくくはなるんですけど、その食材はスッて入っていかないです。でも鋭角にすればするほど食材はスッと入っていくんですけど、ちょっとねそのかけやすくなる、どうしてもやっぱりその鈍角に比べて。だからそのバランスっていうのを自分で見つけていくっていうのがやっぱりね研ぎの醍醐味なので、いろいろ試して研いでみてください。はい、はい、では次、切れ味についてですね。結構気になってる方いると思うんですけど、やっぱりねその粉末ハイスってものすごいいい鋼材なんですよ。やっぱりそのさっきかかりがいいって言ったように、そのトマトとかも薄く切ることができます。でこちら新聞ですね、新聞も切った時ももうスーッと、こちらもねストレスなく切ることができました。はい、ということで今回の動画はまあこんな感じで以上なんですけど、まあちょっと最後にねこれ分解してみようと思います。実際にまあ分解してみると、本当にねこれまた面白くてですね、はい、こんな感じでね、実際にまあ本当にこういう状態、はい、まあこれはこれでまあ使えなくはないんですけど、やっぱり力は入りづらいので、ハンドルがこの厚みがあった方が力が入りやすい、切りやすいっていうことで、このちょっとおしゃれなこのようなカスタムできるハンドルの包丁いかがでしょうか。本当にね、まあ、こんな包丁見たことないなと思って、面白いなと思って僕も紹介させていただいたんですけど、クラウドファンディングぜひねその早割りということもあるので、応援してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画以上となります。もしね今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。